テイスです。はい、皆さんこんばんは、ワードです。2018年4月の17日、3時29分です。よろしくお願いします。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。見るものないね、夜中は。暇だね。おはよう。不動産屋さん、花火ありがとう。おはよう。夜更かしだね、不動産屋さん。何、こんな時間まで起きてんの？それとも今起きたけ？時間に余裕あるね。ありがとう、不動産屋さん。いつもありがとね。いや、なんかさ、ツイッターでさ、ネットサーフィン、ツイッターじゃないか、なんかネットサーフィンやってたら、めちゃめちゃかっこいいアイテム見つけちゃって、テンション上がりまくってるんだよね。あ、今帰ってきたんだ。飲み歩いてたのかな？これやばくない？これさ、何かっていうとさ、パソコンの PC ケースなんですよ。パソコンのケース。これ。丸型で、で、めちゃめちゃかっこいいと思って。これめちゃくちゃでかいんですよ。パソコンのケースなんだけど、自作パソコンのケースで。で、これ40万するんだって。で、もう久々物欲センサーが発火してさ、これ欲しいわーと思って。ね、今欲しいものね、3つね、物欲センサーを上げようと思って、この PC ケースと、まあ、ソニーのアルファセブンと、ベルルッティの長財布、この3つをね、手に入れるためにね、頑張ろうかなとか思って。やっぱ物欲大事じゃん。最近物欲なくなってたから、ちょっと欲しいものピックアップして、なんかそこに向かって走ろうかな。物欲を高めてますよ、僕は。物欲を。車とかあんま欲しいっていうのないんだけど、なんか置物とかさ、なんつうの、ガジェットってやつ。ガジェットはいいの欲しいよね。オタクだから。なんか部屋の中をさ、秘密基地っぽくしたいじゃん。わかりる？この男の子の心。40万のパソコンケースはやりすぎだよな。40万か。普通高くても4万とかだからね。めちゃくちゃ欲しいわ。久々にこう欲しいっていうものが出てきたよね。ベルルッティかアルファセブン、来月あたり買えそうだけど、どうなんだろうなとか思って。なんか物欲最近なくなってて、なんか3年ぐらい前にもう本当に何も持ってなかった頃、欲しいものってなんとなく全部手に入って、なんかね、こうやりがいみたいなものを失ってたんだよね。やっぱあれだね、欲に駆動して動かないダメだね。モチベーションが下がる。ある程度欲しいものっていうのは人間ないとダメだわ。欲がないと走れない。みんな欲しいもある？欲しいもの。
今日もドレさんやってない感じか。ドレさんなんかあれだね、サボり癖ついてるね。まだ完全復帰って感じじゃないんだろうな。おはよう。おはよう。おはようございます。なんかさ、昨日さ3杯目ひかるくんのさお店に行って、で3杯目ひかるくんのお店から帰る時にターリーカレーって言ってカレー屋さんに寄ったんだ。でそしたらさ、インド人の店員さんに「お兄さんどっかで見たことある」って言われて、えっなんだろう、リスナー、インド人のリスナーとか絶対いないよなとか思って で、ああ、そうですかって言って、渋谷って言われたの インド人に。お兄さん渋谷って言われたから、いや新宿って言うと、新宿って言われて、渋谷でしょって言われたんだけど、あれどういう意味なんだろうね。IPB さんこんばんは。ツイッターのそう店員さんに「お兄さんどっかで見たことある渋谷？」って言われた 外人の言葉のチョイスよ。どっかで見たことある渋谷って言われたもんな 渋谷なのかな俺。一瞬戸惑ったもんね、ツイッターのあれ。何なんだろう、渋谷って。お兄さん渋谷 渋谷って答えた方がかっこよかったかな。なんか返しがかっこいい大人になりたいよね。パッて振られた一言かっこよく返す人っているじゃん。木村拓哉とかそういう系じゃない？パッて一言で返す。なんか天才の喋り方って2手先を読んで、こう勝手に2手先の答えを言う人がカリスマって呼ばれるらしいよね。だから普通の人が聞くと天然っぽくなるんだけど、2手先だとそんなにずれないんだって。一言でしかも返すと、なんかカリスマの法則みたいな本で読んだことある。2手先、あそこはナン焼きたてで美味しいんだよな、おかわり自由で730円でカレープレートみたいなの出てくるの。
なんと小鉢のカレーなんだけど、安いよな。あれ、現地で食ったらもっと安いんだろうね。すごいよね。ワド2、花火ちゃんいらっしゃい。寝起きだね。寝起きでご飯、シャワー浴びてご飯食べて、で、なんか千波紅輝のなんか喧嘩凸見てて、なんかずっと俺のターン俺のターンって言ってたから、クソ面白くねえなと思って、で、受話器開こうと思って。寝起きだよ。お茶入れてくる。ヒカル君のなんか面白いね、これね、商売ね。コーティングやってきてもらったよ、3500円で。確かにね、なんか滑るっていうか、ツルツルする感じはあるんだよね、画面が。これ結構いいと思うよ。流行りそうだよね。携帯きれいになる、すごい。いろんな商売があるよな。でも単発ものだから厳しいような気がするんだよね。リピートしないじゃん。ヒカル君2回やってくれって言ってたけど 2回はいいかな 2回はさすがにいいかな。ヒカル君のさ、店のレビュー見た？みんな。3杯目、守る工房かな。3杯目守る工房ってお店なんだけど、これがめちゃめちゃ面白くて。ヒカル君が頭抱えてたんだけど、このさ、グーグルってさ、この3杯目守る工房って店なんだけど、右にさ、
レビューが出るんだよ、口コミが。でも星 2.2 なのね、ヒカルくんの店で。口コミがすげえ面白くて、これ星5、店員の体臭が臭かった、マスク着用で入店されることをおすすめします、ですが肝心のコーティングは素晴らしかったので星5つです。あと体臭が臭いは別に間違った日本語ではありません、頭痛が痛いとは違います、頭が悪いのは批判されてるあなたです、とか言ったりとか。これ面白いよね。よく変な人が来店します、例えば今日髪の毛が半分金髪で半分黒髪、俺のことじゃねえかよ。よく変な人が来店します、例えば今日髪の毛が半分金髪で半分黒髪、センスのかけらもないサングラスをかけたダッサい赤いジャケットを着た見るからに痛々しい人が来店していました。しかも一人でパソコンに向かってブツブツと喋っているんで気持ち悪いです。どうやら、その人は前科持ちの犯罪者のようです、来店するとこのような不審者に出くわす可能性が非常に高いので皆さんご注意よ。これは面白いね。欲しい子、店に入った瞬間店主の脇がなのか分かりました、狭い空間で吐き気が止まりませんでした、領収書お釣りはないと言われました、スマホを少し落としただけで深い傷がつきました、最悪、絶対行かない方がいいですよ、とか。もうアンチがさ、これ面白いんだよ。山本ゆかさんのレビュー、お店に着いたらまずスマホに向かって怒鳴ってる店主がいました。他の人の口コミにもある悪臭も気になりました。何日も同じ服を着てるみたいです。あとアルコール臭かったです。コーティングした後に言われたんですが、水など、コーティングが落ちちゃうみたいです、最悪、とか言って、え、何これ、水などでコーティングが落ちちゃうみたいです、最悪、あと痴漢の前科もある人なので女の子は気をつけてください、とか言って。本当に面白いよねアンチって。店主はスマホを扱うお店なのに店内で飲食をしています、また管理会社にたびたび第三者を撮影するなど注意されているにもかかわらず反省の色なし、見るに耐えません、とか言って。これってあれじゃん、見るに耐えませんってさ、これさ放送の感想書いてんだもん。本当にすごいよなこれ、笑うわ。とてもいいと思います、自分には HQ の硬さはよくわからないけど年季の入ったタオルやティッシュをたくさん使いゴシゴシ磨いてくれます、途中タバコを吸いに行ったりしますが昔キスのいい店主です、面白い。ヒカラくんいいアンチ持ってるな。店主の対応が最悪、スマホに向かいボソボソ喋って盗撮される可能性あり、コーディング作業も落とした道具などそのまま使ったり、接客もタバコ吸いに来ていいですかグヘヘーなどニヤニヤしているとくるのでおすすめできません。腹痛いよ本当に。よれた T シャツ、武将髭の酒臭い息を吐く店主が迎えてくれます、調子よく話を合わせてくれますが、そうですね、間違いないですね、しか言わないので話が続きません。開店は12時からだそうですが、実際は夕方ぐらいに店を開けて夕方には店を閉めるそうです。腹痛い、腹痛い。初めて行きましたが作業は特に問題ありませんでしたが、店主の匂いが非常に気になりました。作業中も上目遣いでこちらを見てきたり、ちょっと不信感はありました。最後に写メを要求され、勝手に取られました。作業は問題ないですが、とにかく匂いが気になりましたので、リセッシュ、マスクは必要です。あー、面白いこれ。いやいやいや、コーディング意味ないっつうかさ、別に、そんなさ、意味あることなんかないの？もうみんなで臭い臭いって書いてんのが面白いよね。いや、いいんだよ。商売なんて別にもう、そんなさ、ヒカルくんに会いに行って、ヒカルくんに投げ銭やってるようなもんなんだから、もう小せえな、ほんとに。そんな意味なんかないよ。いや、俺鼻悪いんだよね。俺も臭いかもしんないから。わかんないけど、もう面白くてしょうがない。ヒカルくんの放送久々見たけど荒れてたね。なんかアンチ増えてたね。あんなにアンチ多くなかったのになんであんな荒れてんだろう。いや、逆に気になるよね。ここまでレビュー書かれてたらどんな匂いするんだろうって逆に行きたいよね。エシニキみたいな扱いになってるかな。傷ついたら買い取り安くなる。
おー、まあ、いいじゃん別に。なんか3500円ぐらいで小さいよみんな。そんなさ、人が気持ちよく商売始めてんだからさ、そんな見え笑い笑いでしょ、ガチレスしたらダメだよ。んなの意味ないっつったって、意味あるものなんか世の中にほとんどないんだから。いいじゃん、本人が綺麗になったっつって喜んで、光くんが磨いてくれたっていうのが思い出なんだから。じゃあシルバーアクセサリーなんて原価60円だよとか言われたってさ、原価中っているんだよ商売やってて、何でもかんでも原価いくらだ原価いくらだっつってさ、そんな商売なんかやってらんねえよ原価の話したら。そんなの家で飯食ってろって話じゃん。そうじゃないの、野暮だよ野暮。ディスるんなら面白くディスらないと。いや、リスナー以外相手にするわけないじゃん。新規の客なんか来ないよ、来るわけねえじゃん。新規の客相手に商売やるわけないでしょ。そんな俺ら普通に働けねえから配信者やってんだからさ。2年使ったら買い替えの時に返す？何の話してんの？仕事を真面目にやってたわよ。ただよく分かんなかったのが、和道さんのは緊張しますって言ってちょっと手震えてたのは面白かったけど どういうこと？とか思って、いやー緊張しますねーって言ってたけど いや勘弁してくれよと思って 普通にやってくれよって思ったけど あ、でも真面目にやってたよ。いいじゃん、そんなさ、才能も何もない配信者がさ、頑張って仕事やるんだっつってさ、働け働けって普段言ってたやつらがさ、こうやって働いても文句言うんでしょ。たまったもんじゃねえよな。いや、鼻くそはついてないけどね あれはでも普通、俺だからいいけど、鼻くそは絶対言っちゃダメでしょ。うっす、スマホになんか鼻くそついてますねっつって 訴えられるぞいつか 普通の客でも言いそうだからな、光くん。ああ、でも丁寧に仕事してくれたよ。スマホきれいにしてくれて。実際ね、なんだろう、こう、滑りが良くなったっていうのと、俺はなんか、こう、カメラ、内蔵カメラが、こう、曇ったりしたら嫌だなと思ったんだけど、全然綺麗だよ。まあ、サービストークだよ、配信者。実際ね、なんか、パズドラとかやるならいいと思うよ。滑るって感じだね。滑るのと、あと、フィルムの感じが、なんつうの、ないっていうのが。正直わかんないよ、コーディングしてんのかどうか。デートの誰でもって何？デート？あんなんで儲かるならいいじゃん。失敗も許してあげようよ。いや、光くんのアンチはいいんだよ、別に。俺は春も冬眠中さんが嫌いじゃないから。いいのよ、いいのよ。嫌いだからって批判してもよくない。見ないことよ。見ないこと。いいの、嫌いなの分かる。いろいろあったりとかね、文句言われたりとかして、リスナー辞めちゃったんだろうけどさ、気になるんでしょ。セフィーいらっしゃい。ダメだよ、ハゲなんて言ったら。ネットだからって何言ってもいいと思ったら大間違いだよ、セフィー。それは自分に返ってくるからやめなさい。あんたもハゲるんだよ。デートの誰でもやるってなんだろうね。デートは間違いの。嫌なら見なきゃいい。これにより無駄な時間を減らせる。ああ、そりゃそうだよ。嫌なら見なきゃいい。そりゃそうだよ。名言だ。ああ、ロゼさんおはよう。嫌なもん見ちゃうんだよね、ネット民はね。気になるんだよ。だから囲いとアンチは本当に一緒。多分ね、囲いだったんだよ。愛情が強ければ強いほど裏目に出た時アンチになるから、こんなね、配信ごとき配信者にね、ダメだよ。配信者好きだとかかっこいいとか信じていくとかついていくとか、もう薄っぺらい。花火投げてぐちぐち言うのもダメ。あ、噂で？フラットに見るのが一番いいから。フラットに見るのが一番いいの。冷静に淡々と、こう、この人どうなるのかなって。
でまあ面白かった時にチップを投げるっていうのが一番いいんだよ、距離感として。適切な距離感っていうのがあるの。恋愛もそうでしょ？好き好き好きって言ってさ、世界で一番好きな人が世界で一番嫌いな人になるんだから。特に女の人はそうなの。ダメよ。ああいうのはリピーター。俺もね、そこ商売厳しいんじゃないかと思ったけど、俺ね、実はね、ブレーンのナオタクさんがめちゃめちゃ優秀なのを知ってるのよ。ナオタクさん半端じゃなく頭いい、商売うまいのね。で、まあまあ、ヒカルくんがピンでやって、まあリピートがないから厳しいっていう酷評はしたんだけど、ぶっちゃけた話安心感はあんの。なんでかっていうと、ナオタクさんがめちゃめちゃ賢いから、めちゃめちゃ頭いいのよ。で、ナオタクさん授業何個も成功させてて、で、すごい人なのね。ナオタクさんともう何回もお世話になってるし、もう3回ぐらい飯をおごってもらってんのかな。で、ね、いろいろこうビジネスの話とかも教わったりとかしてて。で、ナオタクさんがそのフローリングとか、その、なんつうの、他の授業にも転用できるっていうのを見越してたから、コメント欄で聞いたらさ、あ、やっぱ頭いいなと思って。まあ大丈夫だよ。ヒカル君は行動力が半端じゃないから、行動力で成功するタイプなんだけど、ブレーンがいるの、ちゃんと。頭がめちゃくちゃいい人。ナオタクさんってね、たまに配信やってる人だよ。すんげえ頭いい。いや、40超えたらハゲるっつうか、別にハゲるんだよ。だから人のね、身体的欠損とかついても意味ないよ。ハゲだの、ブスだの、なんだのって。じゃあ自分はどんだけいい顔してんだよ。そうでしょう。なね、自分が物陰に隠れてね、人の批評してもダメよ。ネットだから何言ってもいいって。もうネットはね、アンダーグラウンドな、昔の隠れ蓑になってるような文化ではもうなくなったんだよ。ネットで誹謗中傷とかしても、別にあれ、名誉毀損とかで多分訴えられる事件とかどんどん出てくると思うよ。ファックさんいらっしゃい。ファックさんだね。もうリア充も全然やるからね。ユウさんいらっしゃい。はい、こんばんは。野間犬さんいらっしゃい。お、できた？完成した？おお、すごいね。T シャツのデザインができました。かっこよくない？これここにプリントされるから、真っ白でいいでしょう。これあとでじゃあ PDF でファイル取りに行こうか。いいね、ありがとう。これさ、ここの部分黒く塗りつぶせない？ダメ？ここ、こだわりある？嫌だ。かっこいいでしょ、のりこのデザイン。高知から来るリスナーさんと野球観戦。まだ懲りてねえのかよ、お前。強盗犯と、お前、トラブルになって。
大丈夫かよ。ダメや、あんまリスナーさんと慣れ合うなよ。あの解放どんどん配信者として間違ってることやってるぞ。お前さ、出会い系サイトじゃねえんだからさ、お前配信で飯食いたいっつってのは嘘か、お前俺に言ってたの。あ、今やるよ、見せるよ。お前プロの配信者になりたいんじゃなかったのかよ。男と出会うためにお前配信やってんじゃん、お前。あの、一番下劣なんだからな、配信者で。出会い中って。最も軽蔑されてる故障だからな。出会い中っていうのは。お前、出会い中にさせるために配信のいろは教えたわけじゃねえぞ。うん。いや、別に弟子になりたかったらなっていいよ。出会い系サイト状態だからな、解放が。ねえ、シャーちゃん。仲良しなの。おい、上々ちゃんいつもありがとう。風船ありがとう。いや、出会い中でしょ。スカルプ D って聞くのかな。ねえ。シャンプーで4000円5000円は高すぎるよな、いくらなんでも。ワンポイントないね、全体的に。うん、そうだね、こっち黒い方がいいね。うん、いいでしょ。T シャツのデザイン、のりこ作 T シャツのデザインが完成しました。ここにプリント、もうちょっとでかくするか小さくするかバランスは整えるけど、うんうん、ありがとうのんちゃん、後でプリントアウトしよう。これあれだよ、リスナーさんの名前しょって、あの捨て頃の時に販売する。うん、じゃあ男女関係なく会うじゃなくて、俺がね言ってるのはね、解放これから数年後に気づくと思うけど、あのリスナーさんとの距離が近いのってダメなんだよ。あのそれはいつかわかるよ。リスナーさんと距離が近いのはあんま良くないの。だから友達増やすことになっちゃうのよ。だからトラブルになるよ、絶対。解放リスナーとトラブル抱えることになるよ。これはね、やってみないと分かんないね。経験してみないと分かんないんだよ。いつか3年後ぐらいに多分言ってる意味が分かると思う、続けてたら。いや、俺はそれはないと思うね。あの外配信ができなくもしなったと仮にしたら、俺はこの国の国民辞める。本当にあの本気で考える、移住を。っていうかね、そんなの北朝鮮じゃなくて先進国じゃないから。そんなわけないでしょ、先進国じゃないよそんなの。面倒増えるよ。いやいやいや、あれは盗撮とかでしょ。でも警察が悪用する可能性があるからな。あれはおかしいよ。条例。な、国ごときが国民を縛るっていうのがおかしいんだから。まあ、ありえないよな。だ、政治家が自分の都合よくなんか権力を守るためにやってるようにしか見えねえよな、あんなのな。職権乱用するからね。そう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 、俺は戦うよ全然。
そんなね、公共の道路とか地球でなんで撮影したらダメなんだよ。それはさ、あれだよ、一般の人をなんかこう、悪意を持って映したりするのはダメだよ。撮影許可取らないとか、私有地で、それはダメだよ。ただ、ねえ、生まれた国で撮影したらダメってどういうことだよな。まあ、馬鹿げた法律あるかよ。外配信したらバンになる。それはないと思うよ。もしそうなったとしたら、俺はもう日本全体終わりだと思ってる。日本全体終わりだよ。そんなことないと思うよ。どんどんおかしくなってくよな、この国は、本当に。いや、条例の解釈が、だからまだはっきりしてないんだよ。外配信がダメってわけじゃないから、あれは。それはね、なんか配信者がね、誇張して言ってるのね。そんなことはない。なことはないよ。お、マンスリーランキング上がった。よかったよかった。みんなありがとう。みんなのおかげでマンスリーランキング上がったよ。53位。なんとかね、30位以内に入りてえな。30位。50位らへんうろうろしてるよね。ユカチー強えな。なんでみんなユカチー好きなんだろう。どこがいいんだろうね。え、俺ユカチーからブロックされてんの？え？俺ユカチーからブロックされてんだけど。なんで？なんで？嘘でしょ？え、俺ブロックされてんだけど。おばさんから。何これ？クソババア、ほんとに。笑うよね。今タイムシフト見ようとしてクリックしたらブロックされているためって。何このババア。ふざけんじゃねえよ。ブロックされている、またしているためって何これ。ふざけんなよな、ババア。いや、配信が全然ブロックされてないと思うけど。プロレスラーがどうなんだろうね、政治家になるっつうのはね。別に大仁田厚がなんで政治家やってんのかよくわかんないけど、プロレスラーの方が向いてると思うんだけど。まあ、みんな食ってくために必死だよな。それこそ配信やればいいのにね、大仁田厚なんか。エデンさん、おはよう。いつもありがとう。身に覚えあるって別に誹謗中傷なんかしてないよ。あのメガホンをさ、不正利用してあいつが悪いんでしょ。鬼たずしで今いくつなんだろう。あ、体張ってるよな。電流爆破ってよく考えたよね。粒子鉄線とかね。エンターテイナーで体張るよな。鬼たずしで背が低かったんだっけ？小柄なんだっけ？いや、でもエンターテイナーとしてやっぱすげえなと思うよな。あ、見に行ったことあんの？俺一回もないな。普通のプロレスではないことやったね。すごいよね。そうだよね。確か体が少し小さいんだよね、普通のプロレスラーに比べてね。まあすごいだろうね。いや、まああれも命がけだからな、プロレスラーもな。すごいよ。そんな本人やりたくねえもんな。
戦票差か。どうなんだろうな、政治家になる。政治家になる意味あんのかな。なんかプロレスラーが政治やる。だから佐竹さんとかもね、自民党とかから出てたけど、どうなんだろうね。ドレさんはね、政治家に実はなりたがってるんだよね。あのね、いやよさんね、イベントはね、俺はね、19日からの階級別だから、フォロワーの数で分けられてるから、だから19日まで取っておいて、イベントアイテムは。俺は19日からだから、フォロワー数が多い人は無差別級っていう、いや、ヘビー級で戦うから。オタクなトークバンバンやるからね。ノレさんはだけどあれじゃん、もう2年遊び尽くせばいいって言ってたよ。もうなんか宝くじ当たったようなもんだから、あと2年遊べたらそれでいいって言ってた。区議会議員、例えば新宿の区議会一回ね、やるって言われたことあって、2000票って言ってたかな。2200票とか2400票を取れれば、新宿区議会議員は固いって言われてた。で、まあ2000票あれば取れるって言われてた。いや、新宿区に住んでる人で2000票を集めれば、議員誰でもなれるよ。年収いくらだっつってたかな。区議会議員、年収1000万ぐらいじゃないの。2200票集めるのは大変だよ。そうそう。だから、あれだよ、立川とかね、みどりさんとか全然いける数字なんだよ。立川もっと少ないから。だって、あれだよ、区議会議員の仕事なんか別に自由出勤で、半年に1回ある投票にちゃんと参加すれば別にやることないんだよ。だからみんな好き勝手動いてんだよ。それに年収1000万だよ。だから、芸能人とかさ、そういう食いっぱぐれた人がやりたがるんだよ。で、裏の事情があるのね。どれはパワーストーンなんて意味ないし、コロつけてるようなミーハーなやつとは仲良くなれないって言ってたけど、意味ないの。あのね、ドレさんはね、そういうところがね、人から嫌われるところなんだよ。あのね、パワーストーンに意味があるって信じてる人の気持ちを考えられないんだよね。で、はっきり言うよ。メガネは意味あるか。メガネはまあ視力の問題だから意味あるけど、服とかアクセサリーに意味なんかねえよ。意味なんかないけど、意味があるって信じて生きてる人たちとか、そこが素敵だねってやってる人たちは気分悪くない？そういうさ、ドレさんはね、ずうずうしいところがあるの、ちょっと。俺はね、そういう、なんつうの、無神経なところっていうか、そこがね、アンチを増やすところだと思ってるんだよ。要はね、優しさがないんだよね。頭が変にいいから。パワーストーンとかお守りなのよ。じゃあさ、日本人が勾玉っていうものを三種の神器で大切にしてたりとかさ、してる勾玉っていうのは日本のね、すごく大事なものでしょ？それをさ、意味がないって一言で切れるっていうのは、それはあなたの教養の問題でしょって思わない？一つの美しいものとかさ、一つの綺麗なものにさ、こう磨くとかさ、っていうのを一生懸命やったり、デザインを一生懸命やってる人がいるのよ。例えばじゃあ、一枚の絵画に意味がないって、ね、そこに命をかけて描いてる人がいるのに、そんなド素人がさ、一言で切っていい世界じゃないと思うよ。どう思う？みんなは。そう。そうそうそう。だって例えば、このパワーストーン、俺もつけてるんだけど、リスナーさんが、多分これすごい高いやつなんだよ。値段の問題じゃないけど、そのリスナーさんが和道さんの金運とか成功を願って編み込みましたって、もしよかったらつけてくださいっていうご厚意でくれてるわけじゃん。で、俺はそういう気持ち、人の気持ちっていうのを大事にしたいのよ。リスナーさんがプレゼントしてくれたパワーストーンさ、それでさ、なんかさ、パワーストーンなんかつけてるやつは仲良くなれないとか言われてもさ、
それ人の気持ちを大事にできないっていうのは根本的に人としてどうかと思うよ。と思いません？どう？俺はそういう人の気持ちっていうのを大事にして生きていきたいと思ってるけどね。あんま変わってないね。それが面白いところでしょ。俺はいろんな考え方とかこういろんな価値観があっていいと思ってるけど、そう、リスナーさんからいただいたの、お坊さん、お坊さん、お尼さんだね、女性のお坊さんのリスナーさんがいて、でその相談突に上がってきて、面白いよね、お坊さんが俺に相談突するんだもんね。でいろいろ1時間ぐらい喋って、そしたらすごくありがとうって言ってくれて、プレゼントお礼がしたいって言ってくれて、こうパワーストーン編み込んでくれた。盆地とかが入ってるんだけど、うん、どうなんだろうね、うん、いやその若い若者がさ、おっさんとか若者とかが手首につけてるのも別に俺は批判するべきじゃないと思うよ。それってさ、ファッションの否定とかさ、アクセサリーの否定って何かっていうとさ、あのその人が好きでつけてるものを批判してるから、別にただ敵を作ってる作業なんだよ。ただただ敵を作ってる作業、そんなの意味なくない？うん、どう思う？意味がないでしょ全然。そう、それってさ、例えばなんだろう、豚肉、なんかシーシェパードみたいな話でしてさ、その人が好きだって言ってる文化に対してケチつけるほど野暮なことないよ。うん、ダメダメ。それは反感買うよね。じゃあ例えばおばあさんの形見でパワーストーンつけてる人とかさ、そう、物は物だよ。だけど情報に価値があるわけ、人間が生きていく上で。情報に価値がある。で、情報まで読み取れないんだよ、あの人は。石は石ですよ。綺麗な石ですよ。だけど、そこには思いがあったりとか、形見だったりするわけじゃん。その人が何かを込めて買うわけでしょ。それを批判するっていうのはダメよ。初見さんいらっしゃい、アッキーさん。もしよかったらフォローしてね。楽しんでって。そう。意味がある。意味が込められてる。一つ一つ。いいこと言うっつうか常識だよ。そんなん二十歳超えたら誰でもわかることなんだ。なんだろう、じゃあユニクロ着てろよって思うもんね。じゃあユニクロ着てろよって。まああの人は合理主義っていうかね、あの結構そういうところあるから。合理的なことが好きなの。でもむやみに批判はダメだと思うね。あ、特攻服着てる男の子にも何かドラマがあるんだと思うよ。だから特攻服の刺繍にもさ、間違った感じかもしれないけどさ、本人たちは一生懸命考えてさ、まあ頭がいいか頭が悪いかって言ったらわからないけれども、その特攻服着てる男の子とかレディースの女の子とかにも意味があるんでしょ、三段シートとか。それを青春なんじゃないの、うん、で本人が何だろう、本人が気づくものだと思ってて、人様が口突っ込むことじゃないんだよ、ファッションなんて。俺はそう思うよ。なんか日本人は全員スーツ着てさ、全員学生服着てさ、気持ち悪いもん。別に着物着たっていいんだよ、日本人なんだから。右向け右の精神は俺は大嫌いなんだよ。着たいもの着て、うん、好きなものを着ていいんだよ。自分がどういう人間なのかっていうのをアピールするさ、とても大切な要素だから、ファッションっていうのは。そんなね、周りの受けを狙ってね着るもんじゃないんだよ、うん、だから俺はね嫌いなのはね、 B ボーイだよ。カラーギャングどこ行ったんだよ。あんだけさ、カラーギャングカラーギャングって言ってさ、大人になって続けるじゃん、アメリカとかのギャングって。おっさんになってもカラーギャングでいるんだよ。あんなんポリシーねえのかよって思わない？ポリシーどこ行ったんだよっていう、日本人のカラーギャング。
俺はね、あれは許せないんだよね。レッドだとかブルーだとか。もうやってていいじゃんって思ったんだよ。やれやれって思ったんだけど、どこ行ったんだよ、あのレッドとかブルーとかイエローとかグリーンとか。あれなんだよな。だから結局、仲間内でさ、なんつうの、飽きたら終わりっていうのは、信念なんかねえんだよな。あのダサさがかっこよかったんじゃんね。みんなでバンダナ巻いて。カラーギャングって知らない？昔ね、チーマーの後ぐらいにね、カラーギャングっつってね、暴走族みたいなギャングがいるの。で、ギャングが同じ、黄色だったら黄色い服着てたの、全員。で、ブラックだったら全員ブラックなの。チームによって、そのカラーがあって、その、まあ、アメリカとかのさ、スラムとかで、その、もう戦争じゃん。だから、軍隊だよね。要は色でもう見分けてたの。抗争が起きた時。ねえ、カラーギャングどこ行ったんだよね。カラーギャング知らない人もいるのか。いや、リクルートスーツなんかバカ臭い、あんなの。あんなのスーツ着てるやつがいい仕事なんかできるわけないよ。だろう？世の中動かせるわけねえよ。あんなんやめた方がいいよ、スーツなんか。Google とか YouTube の社員見た方がいいよ。好きな服着て好きになんか優雅に歩いてるよ。楽しそうに仕事やってるよ。別にスーツ本人が着たいんだったら着てもいいけどね。ヤマンバとかもそうだよね。寝たいのに寝れないの辛いね。寝れるまで一緒に過ごそうか。俺も辛いの分かるよ。寝たいのに寝れないの。一緒に過ごそう。寝れないって思わなくていいよ。俺も辛いから。俺も気持ちよく分かるから。一緒に過ごそう。一回寝ることを忘れて脳みそ使おう。一緒に。そしたら自然と寝れるから。風船ありがとね。ねえ、カラーギャングね、何だったんだろうね、あれはね。民罪聞かないよ。聞かない時もあるよ。しょうがない。あ、ドレさん始まった。悪口言ってたら、ドレさん始まったな。ありがとう。花見ちゃん風船ありがとう。いらっしゃい。てかドレさん何気に椅子も高いのに変わってんだけど。誰も突っ込んでないけど、俺はドレリストしてすぐ見抜くよ。ドレさん椅子なんか高級な椅子に変わってるんだけど、金持ってるな。俺はモニターもう一個あるね。ドレさんの椅子誰も突っ込んでなくない？なんかめちゃめちゃいい椅子に切り替わってんだけど。俺は見抜くよ、すぐ。なんか5、6万するようないいやつでしょ。これはあれだな、遺産が手に入ったな、多分な。遺産を手に入れたんで、遺産を。寝起きって言われた？うん。疲れてるんでしょ。モニターはね、でっかいね、30何インチのモニター持ってるね。和道だよ、俺。新宿だよ。新宿。ね、俺、ガズボーじゃないからね、和道だからね。モニターでかければでかいほどいいね。モニターはでっかいの買った方がいいよ。そのコスパがいい。モニターは。今安いから3万円ぐらいでとんでもなくでかいの。あのね、どれくらいいいかっていうと、レッツノートがこのサイズなの。こんだけでかいのよ、レッツノートが。それね、すっごい見やすいよ。タバコの大きさこれくらい。目に優しいっていうかね、こういろんな2ウィンドウでできるし、
いいでしょ。でかいよ。これ3万ぐらいだよ。ねえ、のんちゃん。これは3万円でね、遊びの幅が広がるっていうかね、モニターはでかい方がいいっすね。結論。見やすい見やすい。変なところに金かけて、なんか CPU がどうとかなんとかとか言っても、わかんないじゃん。実感がないじゃん。まあパソコン好きな人とかね、ソフトをガンガン回す人だったらわかるけど、素人はモニターね、でっかいの買った方がいいよ。Amazon で買ってくれ、のんちゃんが買ってくれた。リスナーの頃に。俺のは飯山っていうやつじゃなくて、なんだっけな、これ。飯山のモニターだね。今安いよ。30何インチとか。だからね、小さい画面で見てるよりもね、こう、やっぱ仕事道具だからさ、バーンって、ね、こう、でかいよ。でっかいの買った方がいいよ。モニターはほんと、使えるよ。素晴らしいよ。デュアルだよ。だからパソコンの方のモニターと2つだから、もう1個欲しいけどね。デュアルモニターっていうかトリプルにしたいけど、ニコ生はもう俺はやらないだろうな。ニコ生とツイキャスあんま好きじゃないんだよね。クソみたいなサイトだよ。っていうかね、俺は人間だと思ってて、サービスは。でやっぱりね、7年も10年もね、サービスが良くなってないっていうのはね、考えた方がいいよ。やっぱりあそこはダメ。ふわっちは頑張ってるから好き。ああ、処理能力がね、ニコ生やんないな。もうシステムは好きなんだけど、運営さんの考え方が嫌いなんだよね。あぐらかいててリスナーをもう金づるとしか思ってない感じが嫌だ。ふわっちで、俺はね、もう、まだ2年ぐらいなんだけど、俺は1年半ぐらいやってるね。ふわっちは居心地いいよ、本当に。運営さんから変な対応されたこと一回もないね。本当に、その日に運営さんから直接連絡返ってくるんだけど、雑な対応をされたことが一回もないの。どんなに、こっち側に火があったとしても、なんか、上から目線で言わないし、リスナーさんも運営さんにこうメール送って変な対応されたっていうの聞いたことないね。よくわかるよ、人が集まるサイトなのが。運営さんがね、やっぱね、ニコ生とかに嫌気さして、俺らは俺らでちゃんとしたサービス作ってくんだっていう気概を感じるんだよね。リスナーの声を一番聞いてるサイトだと思うよ。これなかなかできることじゃないからね。サービスっていうのは人が作るんだよ。人が。ふわっちいいよ。多分ハマると思うよ、ふわっち。使ってみるとわかるよ。最初はね、ニコ生の人たちね、投げ銭だろうって、小じきだろうって食わず嫌いで見に来なかったんだけど、最近はニコ生の配信者も結構ワンワンとか、サノッチ、ヨッサン、まあまあ、昔のニコ生のオールスターはね、今ふわっちでやってるからね。うん、数はふわっちよりも全然多いよ。配信者の数全然ニコ生よりふわっちの方が多いよ今。だしニコ生の人がびっくりするのは、月収20万以上稼いでる人150人ぐらいいるよ。カッソ生主、ニコ生でいうカッソカソのドカソ生主みたいなのが普通に飯食えてるからね、配信で。アイテムね、半分取るっていう考え方はね、俺何回も説明してるんだけど、わかるの。そういう風にリスナーさん考えちゃうのが。でもね、俺はその誤解がないようにちゃんと説明してるんだけど、運営さんが半分取るでしょ。その中からサーバー代、本社の家賃、人件費全部出すでしょ。プログラムの開発費。さらに言ったら、アップルがもっと
なんでアップルのせいなんだよこれ。アップルストアっていうのでアイテムの課金を登録してるんだけど、アップルに3割取られてんの。つまり2割で経営してるんだよ。でツイッターにも広告を出してるし、 YouTube にも広告出してるので、昨日聞いたらね、他の男の子2ヶ月半前になんでふわっち始めたのって言ったら、僕渋谷の駅の広告でふわっち見たんですって言ってんの。ここまでやってくれてるサイトに半分出すの俺全然苦じゃないって言ってんのよ。だからそれってね、結構そう、半分取られてるって搾取されてるって思ってるんだけど違うんだよ。 PB さんが例えば俺に1000円投げてくれんなら、俺運営さんに半分渡した方が有利だよって言ってんの。ふわっちっていうサイトを宣伝してくれてるから新規のリスナーさんが来るし、俺も半分しか入らないかもしんないけど、俺が例えば広告打ったりとかさ、システム開発したりとかプログラムの運用したりとかできないじゃん。だからもしね、 PB さんがふわっち続けたりとか、別に投げ銭はしても、なんつうの、俺らによくしてくれるつもりがあるんだったら全然アイテム欲しいよ。半分取られてるって思わないでほしい。だからそう、ウェブサイトで買うと実はアイテムって 6点半分ぐらい還元されるのよ、ウェブの割引で買うと。そう、ウィンウィンだからうまくいってんの。そう、だから半分取られてる、搾取されてるって考えない方がいいよ。うん、裏引きしろってなんだろう。うん、俺配信でもう1年半ぐらい飯食ってるね。うん、しっかり黒子になってるよね。そう、絶対に目立とうとしない運営さんは。でもほら、企業コラボとか案件引っ張ってきてこのサイトでかくしようって頑張ってるよ。うん、飯食えてるよ。うん、今言ったよ俺。これ一応配信でプロを名乗ってるからね。うん、そう、なんかね、直接ってやるよりもね、実はトラブルも少なくていいんだよ。うん、トラブルも少なくて。配信者に直接振り込むのはトラブルの元だと思うけどな、俺は。ステッカー買ったりとか物経由するんだったらいいけど、やっぱりさ、現金直接渡すと思い入れが強くなるから。俺もともと何してる人？いや、働いてないかんね。生活保護だったね、俺はもともと。あ、まあバイトしたりっていうか、生活保護受けてたもん、作業所で働いてたりしたけど。別に直接振り込みたいっていう人の気持ちは分からなくないけど、俺はトラブルになりますから、なるべく断ってるって言ってるね。まあそうだね、産休だったね。うん。精神障害ね。うん。塾だと花火師の取り合い日じゃないドロドロさ。ああ、でもね、それはね、だんだんね、ふわっちのリスナーさん側も学習してきたよ。あの、要は花火投げると俺フォローされるとか気づいたらしくて、なんか下水配信者がいるの、そういうのをすぐブロックするようにしたりとか、うん、あ、誰々からフォローされたってよく言われるもん。 DM が来るね、なんか汚え世界だなっつって。でもそんなの配信じゃないもん。だからよく言ってんの、モイストさん、あのふわっちはなんかネットホスト、ネットキャバ嬢、ネット風俗嬢、ネットジゴロ、チャットレディ、チャットボーイばっかりだよって。だから本当に配信で頑張ってたりとか、あの好きな番組っていうのを見つけてそこに支援するようにしないと、うん、見てごらん、可愛い女の子のコメント欄、気持ち悪い。おっぱい見せて、おっぱい見せて、可愛い可愛い、気持ち悪いおっさんがさ、うん、アホくさいよね。配信じゃん、配信でもなんでもない、あんなの。復活？うん？なんだ、ピーピー言ってんな。なんだろう。そう、リスナーと配信者側の線引きは俺はね、あの、だからさっき解放に言ったの。お前出会い中かって。
リスナーさんとそう会って遊んで、お前友達増やすために配信やってんのかって。それは違くねえかっつってんの。いや、だからソフト FC2 のアダルトのなんかちょっとエッチじゃないバージョンでしょ。そんなの配信とは何の関係もないよね。まあ俺とは別に畑が違う人たちだからいいのよ。俺は喋ってさ、それで番組のチップもらってる感覚だからさ。なる子じゃないかな、エヴァエッセンス。なる子じゃない。わかんないけど。俺は医者じゃないから、あんまりは、変なこと言えないよ。薬のせいではない。歩いてても寝ちゃうっていうのは怖いよね。なる子じゃないかな。もうプロホストみたいなもんだからな。俺、アイラと凸した時にさ、お前さーって、アイラさーって、パコったことあんのって聞いたの。リスナーさんとパコったことあるのって言った時に、アイラの会社がさ、秀逸なんだよ。何言ってんだよって、俺は花火投げてくれる女の子全員を抱いてやりたいよって言ったの。こいつすげえなとか思って、プロだわって思ったもん。当たり前だろ、ワード。俺のこと好きだから花火投げてくれねえんだよ。俺は一人一人に会ってベッドインしてやりてえよってはっきり言ったからね。 こいつ半端ねえなと思って、あそこまで開き直ってると俺は好き。もうプロだよあれは。あれは笑ったよな、あんなの。うまい返しだよね。誰も傷つかないし、もうあそこまで行くとプロでしょ。俺は言ってんだ、なんかど素人がホストみたいなことやってんのが気に入らねえんだよ。大したかっこよくもねえのに。そうそうそう。あそこまで行くとやっぱナンバーワンになるぐらいになるとエンターテイナーなんだよ。まああれはプロのホストだから。あれはもうプロのホストよ。あそこまで行くと気持ちいいのよ。そうだ、半端なやつね。なんか配信者気取ってるけど、なんか金引っ張ってるだけだろみたいな女から。そんな何が面白いんだ、そんなもん。いや、喋りと表現でやっていけねえんだったらもう配信やめた方がいいよ。そう。それで誰ともベッドインしてないっていうのが面白いよね。そう。そこがプロなんだよ、やっぱ。でも、アイラは豆らしいよ。なんか、噂だよ、これは。あくまで噂だけど、やっぱり誕生日とかになると、アイラから、なんか、こう、カルティエのリングとかが届くんだって。噂だよ。噂だからね、みんな。誕生日になると、いつもありがとなっていうメッセージを添えて、カルティエとかが届くんだって。そりゃあね、メロメロだよね、女の子はね。アイラ様からそんなカルティエのリング届いたらね、内緒だぞって書いてあるんでしょ。たまんねえな、おい。夢があるよね。そう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 。あそこまで行ったらもうプロだと思ってるから。いや、でも実際嬉しいと思うよ、リスナーは。だってネットでさ、そのアイラに恋してるっていうんだからさ、リアルにもう疲れた人たちなわけよ。もう恋愛いいわって。リアルでもうボロボロだわ私。もう画面の向こうにいるアイラさん大好きってやってるわけじゃん。それがさ、リング届いたら嬉しいでしょ。俺にはできないもん。そんなマメなことできないよ。嬉しいでしょ。貢ぎたくなるでしょ。俺にはできねえな。おっさんが多いからね。
おっさんにカルティエのリング送ったら勘違いされるよ いつもありがとうっつって なんでお前リング届けたんっつって なんでお前俺の家にカルティエのリング送ってきたのってなるでしょ 花火減るわそんなもん 結構ねうちはね男女比半々かな。よく言われてるんだけど、ふわっちは女性が爆投げするんだよ。でもね、うちはね、おっさんがね、可愛がってくれんの。男女比半々ぐらいだと思うよ。女の人で爆投げしてる人少ないね。もうほとんどトップ3なんか男じゃないの？ちょっと見てみようか。誰かは言えないけど、まあ大体想像つくだろう、お前ら。あ、まあね、トップ5のうち、一人だけ女。トップ5のうち4人おっさんだわ これ異常なことなんだよ。他の枠では絶対ないことだよ。トップ5が4人おっさんなんだよ。で、昨日まで5人おっさんだったね。いやー、すごいな。ありがたいよね。おっさんに愛されてる。いや、おっさんに可愛がられた方がいいんだよ。そう。おっさん、やっぱりね、女の子、マジですって。その中のおっさんの一人です。その中のおっさんの一人が来た、今。女性はね、飽きるの早いから。おっさんは長いから。下手したらおっさんは一生の付き合いだよ。本当に。イベントはね、19日から。女性ももちろん投げてくれんだけど、色恋で投げないから、爆投げじゃないの、うちは、女の人は。もうお小遣いくれる感じ、お母さんが、ママが。ママが、和道くんって、ご飯ちゃんと食べな、っつって。あ、ゆうさんもおっさんなんだ。おっさんはね、やっぱりね、人だからね。いや、純粋にラジオとかを聞いてる感じだったりとか、番組とか、俺個人を支えてくれてる感覚だから、いいのよ。おっさんに好かれた方がいいの。女に爆投げされたらもう、なんかもうホストみたいな配信になってさ、聞けなくなるぞ。俺はもう色恋なんか絶対やるつもりないよ。俺はだから、なんつうんだろう。はっきり言うよ。その辺のネットホストよりもえぐいぐらい俺は引っ張る自信あるよ、正直。なんでかっていうと、俺はペラがやばいから。色気とか顔とかはかっこ悪いけど、俺はもうペラだったら誰にも負けない自信あるから。ドレさんも言ってたもん。お前なんかあれだよって。これディスじゃなくて、ノリコいなくて、女騙そうと思ったら、お前なんかいくらでも落とせるだろうっつって。あ、全然いけますよっつって。でもやり方が嫌いなの。騙してるみたいで、女の子を。要は物として扱いたくないの、女の子。女の人もいい付き合いしたいのね。大体女なんか40超えたらおっさんになるんだから。そうだよ。よくよく考えたらさ、女って言ってるけどさ、全員40とか30のさ、もう干上がったババアしかいないんだからさ、全員おっさんだよ、これ。あ、全員おっさんだよ、これ。もうなんかね、しばしばなんだから、みんな。全員おっさんだわ。いや、鮫島さん、だからね、鮫島さんと同じ考えかな。全然いいの。全然いい。なんか、結局ね、その、恨み買うようなことやりたくないのよ。そう。バンドも一緒なんだよ。女の人は2年で離れるし、次のかっこいいの見つけたらすぐどっか行くの。みんなそうでしょ。女のアイドルの追っかけ方ってそうじゃん。だけど男のファンは10年も20年もずーっとカラオケで歌ってくれんの。ずーっとコンサートに来てくれんの。だからね、男のファンは爆発力と拡散力は全くないんだけど、男のファンつかめるバンドっていうのは長生きするって言われてんの。で、女にキャーキャー言われてるバンドとか漫才師っていうのは一発屋で終わる可能性高いの。だから男のファンつけろって。これは鉄則なんだよ、芸事の。
でももちろん女の人でもフラットに見てくれる人いるよ。全然いるよ。そうそう、矢沢永吉なんかもう男でしょ。年齢層はね、俺より年齢上。俺より年齢下の人は、俺の放送を楽しめないよ。俺はね、もう意図してやってるから。30歳以上をターゲットにやってるから、トークを。だから爆発力ないの。もともとキッズが楽しむコンテンツだったのね。ガキども相手にしてないから。俺の話さ、そんな甘酸っぱいガキがさ、理解できるわけないじゃん。全然違うよ、男と女。あと年齢ね。もう金持ってない層を相手に、お山の大将やるつもりないから、俺。おっさんに可愛がられて、経験積んで、でっかいことやった方が面白いから。分かってると思うよ。だけど、向き不向きがあるんだよ。だから、あれだよ。女にキャーキャー言われてる配信者なんか、もう、30歳、40歳、想像してごらんよ。俺の年齢とか、金梅さんの年齢になった時、通用すると思う？絶対通用しないよ。そう思わない。だから、スキルとか腕を磨かないといけないのよ。配信者の。ネタを作るっていうのをね、若いうちから苦労した方がいいんだよ。こんな配信会なんか入れ替わり立ち替わり早いから、今キャーキャー言われてる人なんか3年後生き残ってないよ。本当にこの世界は、魑魅魍魎だかんね。シビアだよ。リスナーさんが花火投げなくなった瞬間から終わるんだよ。怖いよ。何回経験したか、この1年半で。ああ、荒野は本人気づいてるから、さらに地獄だよね。荒野本人気づいてるからね。30代じゃ通用しないってね。だから大変だよな。いや、よっさんとか銀杯さんがいかにすごいかよ。本当に本当に。本当にすごいよ、あの人たちは。あれが、要はあそこを目指さないとダメなんだよ。いや、芸人だよね、昔で言うところの。芸人。ゆいがとうな。すごかったんだけどな。要は昔の話ばっかりでしょ。ユイガとウナは。何かやってる？もう嫉妬とかさ。いや、ユイガとウナはすごいよ。すごいけど、いや、昔の自慢話。だって未だにさ、2年前の三社祭の話まだするんだよ。いや、ウナにブロックされてるから知らないけど、多分なんだけど、未だに三社祭の話をしてると思うの。で、金梅はどう、光はどう、和道はどうって言ってるの。多分言ってるでしょ？ちゃんまん。言ってない？三社はよ、ああ。いや、三社の神輿はよって言ってるはずなんだよ、今でも。そんなさ、2年前のコンテンツをさ、ずっと言ってんだからさ、オワコンだろ。ブロック5000人とか。まあ、すごい人たちなんだけど、もう引退した人って感じかな。なんか昔撮った杵束でなんかこう、なんつうの、飯食ってる人たちでしょ。だってさ、閲覧さ、半分以下の俺にさ、収入負けてんだよ。昔じゃ考えられないよ。マンスリーランキング見てごらんよ。これが現実だよ。ウナの方が食えてねえんだから。そうそう、昔話はもうおじいちゃんだよ。あ、彼女がいるね。可愛い彼女がいる。ミニ。
彼女みたい、すげえかわいいよ。のんちゃんおいで、のんちゃんおいで。やばい、行かれない。え、今日行かれないの？なんで？え、ノーブラだ。ノーブラなの？うん、そっか、ノーブラだから来れないって。バンになっちゃうから俺の彼女ノーブラだから、うん、ノーブラに乾杯っつって不正ありがとう、残念、うん、同棲はしてないよ俺は、うん、のんちゃんはもう毎日のように遊びに来んの、まあ半同棲みたいな感じだ、毎日毎日遊びに来んのね、えのんちゃん、まあ、あれだよ、ミニ。YouTube で和道彼女って検索したらいっぱい出てくるよ。割れ道、スペース、和道、彼女って検索してごらん。閲覧数と相手は全く関係ないよ。彼女47歳。うん、15個上、うん。元リスナーっていうか、今でもリスナーだけどね。ねえ、のんちゃん、うん。元じゃないよ。今でもリスナーだよ。一番のファンだよ俺の。15個上だね。ありがとう、ゆうさん。付き合ってどれくらいだろう？ 1 年半ぐらいかな、もう。何気に長いな。うん。1年半ぐらいかな。うん。時間が経つのは早いね。え、まだ1年ぐらい？うん。1年半ぐらい経つと思うけど。いいね、ゆっくりしよう。結婚は考えてないかな。うん。いや、年齢なんか関係ないでしょ。うん、なんか恋愛に年齢関係ある？なくない？いや、幸せだよ、俺は。今現在幸せだから。うん。今以上にどうだろうな、うん、十分だよ、もう十分だよ。あ、そうなんだ、花火ちゃん、へえ、いいね。関係ないよね、年齢なんかね。なんか人様がね、とやかく言うようなことじゃないと思ってるけど。え、光くん別れたって言ってたよ昨日ね。あの店に行ったけど、もう別れたって言ってたよ。家から追い出されて2週間ぐらい漫画喫茶で生活してるって言ってたよ。ビデオ個室とか。だから家がないっつってたね。うん、関係ないよね。なんで結婚せえへんの？逆に聞きたいんだけど、なんで結婚するの？扶養義務と相続義務しか国は縛れないよ。知ってた？結婚の意味知ってる？扶養義務と相続義務だよ。別にいらなくない？うん、うん、あ、光くんはね、多分ね、配信やめると思ってるかな。メインじゃなくて実業始めると思ってる。あの、それはね、出会った頃からずっと言ってたから、
で、なんだろう、本人があんだけパワーある人だから、ずっと言ってるから配信やめはしないと思うけど、メインではなくなるって言ってて、で多分もう3年以内には多分あの配信が趣味になってると思うよ彼は。あの周りのブレーンの人とかも優秀だから、すごい、ヒカルくんは優秀っつうか結構すごい人ばっかりだから、ヒカルくんの周りって、うん、だから多分実業、いやだって今でも携帯のコーディングとかなんか仕事やってるじゃん、いろいろ展開してくんでしょ。泉さんこんばんは。あ、まあ税金は安くなるか、うん、別に結婚なんかしなくていいと思うよ。なんでなんか人のことを好きなのとか国に報告しないといけないの意味が分かんないんだけど、結婚っつうのはさ周りに対して表明することじゃん。俺別にだって家族とかいないし。そう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 、俺らはプータローだから。行ってみれば、昨日行ってみたけどよかったよ。もう携帯コーディングしてもらったけど3500円だね。悪くないよ。なんかスベスベする、ガラスみたい、プラスチックのカバーなんだけど、俺の iPhone のなんか町の修理屋さん直したから中国製のプラスチックのカバーなんだ、ガラスみたいになったね。俺結婚考えてないね。別にノリコがしたいっつんだったらいいけど、俺よりノリコの方が立場が上なんだよ。ノリコがしたかったら別にしてもいいけど、俺は財産持ってないから、うん、3年後、危ない配信者、いや3年後危ない配信者じゃなくてほとんどいないと思ってる。生き残る人のことを言う方が早い。ほとんどいなくなってるよ3年後、うん、ほとんどいないと思う今メインストリームにいる人、このふわっちの中で。そういうもんだから。おはよう、うん、もう行ってみなよ。俺のステッカー置いてあるから、あの限定6人で和道リスナーって言ったらシールあげてって言ってあるから、ゆうさん和道リスナーだけどステッカーもらえるのって聞いてみればいいじゃん。ドレさんはね、多分ね、もう配信ね、そろ、なんだろう、半分引退したようなもんだと思ってて、なんだろう、毎日やっぱり配信続けてないから、多分今リアルが楽しいんだと思うよ。ドレさんは多分、もう引退っつうか、半分引退宣言みたいなもんだからね。生き残るの誰だろうな、生き残るの。うん、誰だろうな。まあ俺は間違いなく生き残るだろうな、うん、まあまあわかんないけどね。まあでも引退したりとかね、抜けたりとか、ゆいがさんなんか2年ぐらいやってなかったしな、うん、まあまあ勢力図はすぐ変わるよ。金梅さんは生き残るね。あえて言うなら、あえて言うならって生き残らない人？いや、言うまでもなくない？そうそう、健康の方が問題だよ。いや、もともと別にそんなでっかいマーケットじゃないから。だってテレビとかと比べてごらんよ。たかだかマックス1000人とかそういう、ランハゲさん生き残る、うん、たかだか1000人とかだよ、うん、こんな小さいマーケットでね、生き残るも減ったくれも何もないんだよ、うん、いや俺生き残ると思うよ、うん、俺はね長いタイプ、あのずっと中堅で長いタイプだと思うよ。だって俺消える消えるって言われてずっと消えてないもん。太った、はい、ワードつ、俺は息長い方だよ、どちらかっていうと。
何をもって終わってんだよ。収入も上がり続けてるし、閲覧も増え続けてんだよ。どこが終わってんだよ。金梅もよっさん健康やばいから3年後死んじゃうかもね。まあまあ命削ってやってるよね。あの捨て頃に向けて増量してます。選手が80キロ超えなんで、僕65キロだったんでわざと太ってるんですよ。階級合わせるために身長も10センチ低くて、わざと食いまくってますね。今普段の3倍ぐらい食ってるよ。体重増量しないと、わざとっす。だから変な太り方じゃないでしょ。こうボンって体がでかくなってるでしょ。おい菩薩さんありがとう。捨て頃直樹兄さん、まあ勝つだろうね。うん、じゃあ無理言ってね、ネットオスカーさんね、俺がね便所さんに無理言ったの。本当は出さないって言ってたんだけど、枠が空いて人が足りなくなったらでいいからどうしても出させてくれって俺が頭下げたんだよ。でたまたまその弱いやつやりたいっていう直樹兄さんでワードやるかっつって、自信を持って進めると、お前が一番弱いと、やるかって言われたからやりますと。うん、あごめんね、カレーはうち NG ワードです。カレーって書かないでください。バトーだね、バトー。うん、楽勝かどうか蓋開けてみないと分かんないよね。うん、いや格闘技はやってみないと分かんないよ。んな大の大人がさ殴り合うんだからさ。うん、どっちが勝つかなんか分かんないよ。いや有名になりたかったんじゃないの。捨て頃出たらほら結構閲覧も多いし目立つからね。俺は負けたのが悔しかったからこのままやめたくないなと思って。やっぱ勝ちを知らないでさ、このまま負けるっていうのは悔しいじゃん。やっぱ勝った経験も欲しいからね。いや身長差はそんなないんじゃないかな。青山と身長差、体重差は10キロぐらい俺の方が重たかったから俺の方が有利だったけど、まあ、有利もクソもねえよな。運動したことないさ30過ぎたおっさんがさ25とかのねとっぽい喧嘩強いあんちゃんとやるんだからさ、向こうはスポーツ万能だし、まあよくね、よく、まあ、判定負けだったとしても判定まで持ち込んだと思うよ。いや違う、トミーさん、トレーニングしてるから自信があるの。まあ勝つだろうねっていう。あだからワンの頃は本当うなされてたの、1ヶ月前とか夢とか。今全くうなされないもん。トレーニングしてるから自信がつくの、無意識に。だから勝てるって思うの。トレーニングしなかったら負けるよ。心がすごい大事なの。そう、俺やってるから大丈夫だよって言えんのよ、普通に平常心で。昔は強がっていや俺は勝つよみたいなこと言ってたけど、今はトレーニングしてるから余裕があるの。いや負けないだろうねって、だからトレーニングする必要ないねって違うんだよ。うん、勝ちを呼び込むためにトレーニングしてるわけだから。本番いつだっけ、6月。でもあれだよ、青山とボクシングルールで再戦したけどなかなか良かったよ。うん、ボクシングルールだったら青山に勝ってたかもしんないな、ギリギリ。心に余裕できるね。うん、それはね、筋トレだね、それは。腸回復狙うから3週間
週3でトレーニングするっていうのは筋トレ。ボクシングとか毎日やった方がいいよ。まあ、休みも程よく入れないとダメだけど、週4とか5でやるのがいいんじゃない？スポーツだから。体の反復を覚えさせないと、体に染み込ませてなんぼだから。筋トレはね、超回復狙うために休憩と食事とトレーニングなの。休むのもトレーニングなの。俺は体は鍛えてないから。上がる上がる。っていうか素人の喧嘩だったらスタミナ、ほぼスタミナだよ。スタミナがね、1分間本気で殴り合いすんのがどれだけ大変か。よく3分3ラウンドでへばってダセーとか言ってるけど、あれ格闘技やったことない人だよ。素人がね、3分3ラウンドやるって本当に地獄だからね。あれはもう死ぬかと思ったよ、本当に。多分ね、3分動けないと思うよ、普通の人って。3分動くの無理だと思う。スポーツやっいいよ。3分3ラウンドは本当に意味が分かんなかったよ、長さは。だからボクシング選手がいかに化け物かだよね。あのヤバさかじったことある人は分かるよ。素人に3分3ラウンド無茶ぶりだろうっていう。だから今回2分2ラウンドになったから良かったけど、なんとかなったよね。まあ今回スタミナ切れることないだろうね。2分2ラウンドだったら。まあインターバル30秒はちょっと短くねえかと思ってドレさんじゃない、便所さんに文句言ったけど、30秒はきついよな。めちゃくちゃだよ、本当に。まあ試合数多くなったからしょうがねえじゃんって言ってたけど。あのね、説明すると簡単。パンチをずっと3分間ぶん回すの、本気で。本気で体を3分間ぶん回しながら、四方八方からバスケットボール投げてもらいな。正面から。2人ぐらいにバスケットボールバンバン投げてもらうの、3分間。それを避けてかわして、パンチずっと受けてる状態よ。それを3分やってごらん。それを3回やってごらん。倒れるから。だからね、もう部屋の中でもできるから、3分体ぶん回してごらんって言ってんの。本当のパンチ。相手を殺すぐらいのパンチを思いっきり打ってごらんって。想像しただけでしんどいの分かるでしょ。で、普通のスポーツの、その持久力と違うのよ、スタミナが。よく言うの、遅筋と速筋って言うんだっけ？マラソンとかサッカーとかバスケとかとは違うのよ。もうなんつうの、一発一発を本気でスピーディーに打ち込んだりとか、強く打ち込む動きを3分やるって、短距離走を3分間ずっとダッシュしまくるみたいな、400メートル走とかみたいなノリだから、まあきついよ。でプレッシャーがあるでしょ。全力で走るプラスバスケットボール投げられたりとか、要は邪魔が入る感じ。相手も攻撃してくるから。だからそのこっちは全力で体を動かすんだけど、避ける動作、ブロックする動作が入るのと、あとその殺されるっていう感覚、殺気みたいなものをずっと浴びながらお互いやるから。だからテルの方がスタミナ折れてたでしょ。だってテルチャンピンのスタミナってさ、フットサル見たらわかるけど、2時間ぐらいずっと走れるんだよ、あいつ。それがたった30歳のおっさんがあそこまで追い詰めるんだよ。テルのスタミナ切れたじゃん。あれでわからないって言うんだったらバカだよ。
そう、打撃のダメージも入るの、さらに。お腹にボンとかさ、その顔面にボンって入るわけじゃん。それを3分間耐え続けながらやるわけじゃん。地獄だよ。そう、だから脱力の理論が入ってくるのね。力抜くとかスピーディーにとか、パワーじゃないっていう論理が入ってくるわけよ。そのスタミナを温存しつつ相手のダメージを削るって、精神的なものでかいよ。いやだからね、後半3ラウンド目とか2ラウンド目の後半あたりはね、俺チャンスだったんだよ。で正直いけるって思ったの。相手が足引きずってたし、スタミナ切れたからいけると思って、グッて、よっしゃチャンスと思ったら俺のスタミナもなくなってた。あれ面白かったよ、自分で。よっしゃって、もう相手がへばってんの見えたから、いけると思ったら俺もかみたいな。漫画じゃんって思ったもん。はっきりとチャンスだって分かったのに、体が言うこと聞かないの。トレーニング不足。あれは笑ったよね、本当に。だから1ヶ月間ぐらい歩けなかったもんね、俺も青山も。試合終わった後こんなパンパンに腫れてたよ、足の甲もう紫色になって。怪我の具合で言ったら、蹴ってた青山の方がダメージ大きかったね。俺ももう引きずっても超痛くてさ、足が。あいつ蹴りがすごいんだよ、あいつの蹴りで。サポーターも全然薄くてさ、もうペラッペラの。あれサポーターないで蹴られてたら相当だよ、あれ。おい、仕事行ってらっしゃい、ワイト。防具つけてもそうなるよ。いや簡単だよ。あのサポーター見せてあげようか、試合で使ったやつもらったから。いや簡単だよ、こんなの。こんな薄っぺらい布切れだよ。これだよ、試合で使ったやつ。こんな薄いさ、ちょっと綿入ってんだけど、こんな薄い布つけて、これであの木材とか蹴ってこない、バットとか。足のすねの骨なんかバットと同じ硬さなんだから、これでビール瓶とかバットとか思いっきり蹴れるんだよ、何回も。でお互い壊れるでしょ。でプロとかさ、もうカッチカチにすんのよ、ここ。もうそれこそ木の木材とか蹴りまくって、バット蹴りまくって、ビール瓶蹴りまくって、もうすねでこれつけないでいくんだよ、プロは。そりゃさ、もうそれ鉄の拳とかさ、鉄の足とか言われるけど、素人でこれだからね、汚れついてるけど、こんな薄っぺらいので蹴られてみろよ、太もも。何発も何発も、それ歩けなくなるって。一発目で聞いたもん俺。こんなもんだよ、こんなもん。これだから実際試合で使ったやつだって、こんなもんだよ。ほらここにちょっと綿入ってるでしょ、こんなもんだよ。ペッタペタだよ、ほら。こっちが綿の部分、全然でしょ、ほら、ペラッペラだよ。そうそう、ビール瓶にこうガムテープとか巻いたり、ちょっと綿詰めてこうゴン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 蹴るの。拳はね、今でもやっぱりね、冬寒い時とかビリビリ、神経が、指先とかピリピリするね。もう神経がこうピリ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 してるっていうか、これしょうがないよね、みんなそうでしょ。だからそんなの、こんな小さい拳でさ、俺は手首もうすぐダメにしちゃうんだけど、拳が小さいのね。で結構ハードパンチャーで拳が弱いから、すぐ手首ダメにしちゃうから、いろいろそのサポーター、どれさんに教えてもらって、あの巻き方とか、普通じゃない巻き方してるけど。よっさんとか金梅さん、金梅さんは年収1000万、よっさんも金梅さんも同じぐらいかな、1200万から1500万ぐらいじゃないかな。まあ1000万プレイヤーでしょ、余裕で。だってリスナーさんから手渡しで700万とかもらってるよ、リアドツで。足りなくなったら呼んでっつって。いいよな。ステゴロ1の時はキックルールだから、キックボクシングルールはシューズ履かないんですよ。だからみんな滑ってたの。
金梅さんもコロンって転んだり、俺もさ、あのパンチ振りかぶってゴロンって転んでたでしょ。あそこのリングプロレスのマットだからすっごい滑るの。だからあのドレさんにシューズ買えって言われて、ボクシングはシューズが命だからって、裸足でやってたからみんなゴロンゴロン転んでたでしょ、プロレスマットだから。あのね、網目、サラのマットじゃなくて、あのね、網の滑るマットってあるじゃん、あれなの。そうだからドレさんに怒られたもん、ボクシングシューズなんか買えないよっつって。バカじゃねえのお前って、シューズでパンチ力半端なく上がるし、キュッキュキュッキュや、あのグリップなんだよあれって言って、だからシューズ買わないと絶対ダメだよって怒られた。あるあるある、うん、金梅さんとかあるよ。そうパンチ力はすっごい褒められるんだけど、もう手首何回もダメにしてて、もうこれはねドレさんに言われた、ハードパンチャーの特徴なんだって。要はリストとかは持たないんだって、手首細くて、その体重乗せるのがうまいから、そのちょっとでも角度間違えるとこうグニってなったりとか、ビキってこう曲がっちゃうの。だからもうこれは あとここの甲を折ったりするんだけど、まあ、16オンスでやってるから骨が折れることはないけど、手首ぐねったりとか、もうこれ癖だからっつって、そのボディービルダーが使ってるそのやつ教えてもらって、今それで対処してるかな。これなんだけど、これがドレさんから教えてもらったボディービルダー用のやつなのね。普通のサポーターにこれをつけて思いっきり締め上げるの。硬いんだけどこれで固定して、この上にバンテージ、そうこの上にバンテージで、今もうその代わり鬱血するのよ、血がパンパンに張るから。練習の時もね、俺はこれ合わないんだよね、そう難しいんだよ。これで今やってる、固定して、うん、あるある、もうみんな工夫しながら。あとドレさんに言われたのは、あのスポンジあるでしょ、洗剤とかの、あれを切って重ねてここに止めなさいって。拳ズタボロになってて、練習してた頃は、お前はその拳いかれるっつって、練習前にそんなんやったらダメだよっつって。新ヤッチョは、うん、どうだろうね、わかんないな。新ヤッチョは1000万いくかいかないかじゃん。今回は俺はボクシングルール、もともとキックが苦手だったので、今回ボクシングルールでお願いしますっていう、俺が出る条件っていうのはボクシングだから、俺がやった試合見てみる、ボクシングルールで。もしよかったら動画キャプチャーするよ、見たい人いたら。練習風景とかさ、見てみるかい？配信者、いや、ここ最近だよ。ここ最近。最近の文化だよ。これが最近やったやつだね。これがリスナーさんから試合申し込まれてやった最近のやつ。今クタな人がいる。キックは難しいよ。横浜横浜これ。ボクシングの方が得意なんだよね。今多分素人とボクシングルールでやっても負けないと思うよ。だんだんコツ掴んできたからね。得意なんだよねボクシングの方が。今どうなったの？もうちょっとね、和道がちょっと有利だ。あ、和道が有利なの？和道が。あと1回で和道さんの勝ち。あと1回で和道さんの勝ち？はい。え？いくらか。いくらか。はい。はい、スタート。はい。打ち合って、打ち合って、見合わない、見合わない。殴り合って。あ、はい。
まああの時現場でも分かってなかった、コメント欄でも分かってなかったもんね。コメント欄でも分かってなかったよ、最初のダウンでしょ、これでしょ、コメント欄見ててごらん、こっち側の、うん、これでしょ、うん、スロー入れたんだけど思いっきり入ってるでしょ、ここでもええって、どういうこと、みんな分かってなかったよ、どうなったの、コメント欄見てごらん、ほらわらわらとかさ、えとか、今どうなったの、すごいね、わらわらっつって、あこれ入ってないのに寝て倒れたと思ってんの、リスナーさんは。だからそれくらい早かったんでしょ、うん、ほら綺麗に入ってるんだよ、よく見たら一瞬だと分かんない、うん、綺麗に入ってるでしょ、ほらスローだと分かるでしょ、バックステップして、バックステップした後の前の反動で左フック入れてんの、カウンターで、バックステップボンってほら、でその後追い打ち入れようとしてんのよ俺、実はよく見ると、だけど相手が倒れたの確認して入れてないの、よく見てごらん、バックステップボンの後ほらここで右の追い打ち入れようとしてんの分かる、踏み込んでるでしょ、だけどこの後相手が倒れたの確認してフォローブローが入ろうとしてんの、ここで、だけど倒れたからほらここでやってるでしょ、だからねこういう一瞬の作業を見分けるのってやっぱ難しいよ、そうタイミング良かったねこれは、だから俺もびっくりしたの、初めてダウン取ったパンチだから、ドレさんが言ってたパワーいらないよっていう、そうタイミングがある程度あったら綺麗に倒れるよって言ってた意味がよく分かった、これはすっごいね、実はポチエムとやって勉強になって、パワーいらないんだよパワー、あ全然ね行こうとしてるしてる、だからあのもう一個のさ方の最終的なフィニッシュブローの方あるじゃん、あっちの方見てみると分かるけど3発入れてんだよ、3発入れてんの見てみようか、最後右アッパーだけで倒してるように見えるじゃん、ちょ待ってね、これ見ると分かるんだけど見ててね、いくよ、これがフィニッシュブローなんだけど右左アッパーの、いくよ、右入れてんでしょ、こう鏡込んで相手のパンチを避けるように鏡込んで右入れてるでしょ、でその後左入れてんのほら、で右左っていう左右のフックが来てるから中が開いたのね、そこにバカンなの、だから3発なんだよね、この一瞬の中で、そう追い打ちも入れてるの、これは手応えあったね、これそう今この一瞬の中で3発入れてるの、1、2、3なの、1、2、3、だからステパンチを2つ打ってるんだよ、そうこういうね、なんかボクシングやってテクニックはついてきたね、うん、そういうなんか捨てるパンチと決めるパンチみたいな、そう全部全力で打たないみたいな、そう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 、だいぶ上手くなったと思うよ、うんうん、サンドバッグとかやっぱジム通うと強くなるね、ジム通うと強くなる、サンドバッグとかもちゃんと叩けるようになってきたから、これ普段やってるジムじゃないけどテルの家叩かせてもらったんだけど、ちょっとね狭かったけどね、もっとスピードだな、パワーはいいけどスピードが足りないね、スピード。
殺虫剤青山月200万ぐらい稼ぐ大金持ちだよ20代中盤にして上場企業の役員より稼ぐっていう配信は夢あるよな。花火なんかね、一枠で何発もらうよ。あいつ囲われてるよな、羨ましいぜ。俺も捨て頃で買っていっぱいたくさんファンからもらおう。ファンいっぱいつけて、スポンサーいっぱいつけて、捨て頃買って俺も人生ひっくり返そうと思ってる。負けてね、負けた方はね何の恩恵もないけど、勝ったら全部かっさらえるからね。やっぱりリスナーさん勝つのが好きなんだよ。慎吾さん最近ふわっちやってないからわかんないな。慎吾さんでも昔から稼いでたよ。慎吾さん稼いでたね。なんでリスナー試合挑んできたの？実力差。いや、なんでかなんだろうね。わかんない。もともと俺の囲いだったんだよ。でも喧嘩して2年間ぐらい離れてた人で。なんだったんだろうね。いや、理由はわかんないけど。もともと顔見知りだったし。うん。何回も世話になってて、何回ももう配信外でこうおごってもらったりしたり、俺が店やってる頃1万回寄ってくれたリスナーだったから。うん、でもあれだよ、なんか下手だけど筋力は多分ポチエムの方があるんだよ。彼の方があるんだよ。腕太いの、ずっとドカタやってるから体力もある。だからね、あの筋肉の量が多ければ勝つとかいう世界じゃないんだよ。要はテクニックなんだよね。心とテクニックがすごく重要で、パワーとかあんま関係ないよ。パワー、あの強い方が有利なんだけど、もちろん。でもいかにこう綺麗にブロックするかとか、こう綺麗に避けられるかとか、こういう反復の動きなんだよね。うん、いや、まあまあわかんないなミニーさん。まあでもみんな欲しいんじゃん、やっぱり。うん、俺もね、あのアイテムで飯食わせてもらってる身分だから、やっぱアイテムもらえないとね、食ってけないからね。うん、まあほら稼げなかった分が長いから、なんかやっぱがっついてるよね配信者ってね。ずっと稼げないかったからね俺らは。こんなのもいつまで続くかわかんねえしな。これから良くなってったらいいけど、まだまだ良くなる保証なんかないかんね。飽きられたら終わりだよ俺ら。日々精進しないとね。あ、でもリスナーさんに向かってさ、こうなんだろうな、自分からアイテムくださいっていうのはあんまり良くないよな。あの表現者あくまでさ、対価でもらうものだからさ、くれくれっつってもね、何もやってないのにくれっていうのはダメだよな。うん、あくまで楽しかったよっつってチップでもらうのが普通だと思うもん。あんまり強欲になりすぎてもダメなんだよ配信者は。あくまでリスナーさんのご好意だから、うん、くれくれって言われてたらね、リスナーさんも楽しいもんも楽しめなくなるもんね。難しいところだよな。
はいよ、行ってらっしゃい、頑張って。そうか、これから仕事だ。みんなもう朝5時だもんね。今一番バタバタしてる時だ。ありがとうね、また来てね。おはよう、みーすけ。おはよう。今日もよろしく。おはよう。トレーニング再開すっか、今日から。一緒にトレーニングやる？トレーニング再開するか。どこでやろうかな。おはよう、にょにょ。おはよう。この一枠終わったらトレーニング再開しようかな。そろそろやりださないと。もうちょうど2ヶ月か。捨て頃っていつだっけ。捨て頃2っていつだ。スケジュール確認しよう。もう2ヶ月切ったよね。やりますか、地獄のトレーニングの日々。やだな。ギャラ上げろ、アベンドさん。ギャラを上げろ、ギャラを。23か。インターバル30秒、ボクシングルール。インターバル30 70キロ16オンス、その他アマチュアボクシングルール。 3KO なんだよね。3分間 3KO ってすげえしんどいよね。ドクターストップね、ドクターストップっつうかレフェリーストップ狙うしかないよね。 3KO だよ。前回 2KO だったよね。なんでベンジョさんハードルちょいちょい上げるんだよな。素人が3分間で2分間で3回も KO 取れるわけねえだろうがよ。とことん殴らせる気満々だよ、ベンジョさん。ふざけんなよ、ベンジョ。マジか。もうどう思う？2分2ラウンド 3KO 制だよ。とことん殴らせる気満々なんだけど。結構えぐいルールだよな。くわ、こわ。盛り上がり、いや俺は盛り上がりにかけるっつうか、今回やりたくてやりたくてしょうがないね。まあメンツ的に弱いっていうのはわかるの。チョコマルさん、おはよう。なんかリスナーさんがその前回良かったねっていうのはわかるんだけど、俺としてはね、いや結構なんかこう、まあまあなんかこう強くなった自信があるから早くやりてって感じだけど、モチベーションは上がってるかな。うん、あんまりなんかイベンターとしての感覚はないから俺には。なんかメンツが弱いとかよく言われてるけど、選手じゃん。そこはねあんまり気にしてないかな。俺の中ではあんま気になんないね。俺らがやり合うのはリングの上でしばき合うだけだから。
全然問題ないよ。おはよう、一郎さん。バガありがとう。おはよう。今日もよろしく。トレーニングやる？もうなんか雑談、なんかそんなに朝からトレーニング行くか。やる？今から体動かす？どうする？もう1ヶ月半ぐらい錆びついた体だけど何にもやってこなかったけど、トレーニングする？雑談する？どっちがいい？汗流すかい？どうしようかね。あ、マジで？どうしようかな。どうする？どうしようかな。なんかでも今日なんかコメントがなんかそんな盛り上がんないし、今のうち汗流してもいいかもな。やるか。トレーニング行くか。レオン目指してないよ。
お、つゆいらっしゃい。飲むの？今からトレーニング枠だよ。トレーニング枠、トレーニング枠だぜ。行くぜ行くぜ。太ももいいだろ俺。太ももプリップリだから、プリッケツのワドちゃんだから。太ももはね、昔からね強いんですよ。いいだろう、プリップリの太ももだから、ほらすごいだろう。なぜかね下半身強いんだよね。プリップリだよ、プリップリ。え、赤パン？赤パンだよ俺は。だからね、これがねもうなんかマイケル・ジャクソン病が広がってて、こんなんなっちゃったよ。よっさんと同じ病気で皮膚が白くなってくの。ひどいでしょこれ。つー久しぶりだね。おかえり、ハピネスまだつー。じゃあ鍛えに行くか。そう、こことかもほら白くなってくるでしょ。なんか色素が抜けてくんだよね。真っ白になるんじゃない？指とかもここだけ白いでしょ。ここだけ、この関節だけ。そう、これで気づいたんだよね。だから原因不明の病気なんだよね。マイケルはこれが原因で真っ白になって、まあ脱色してたんだけど、他の部分顔には来てないけど、顔に出るとブラックジャックみたいになる。美白とかじゃないよ、もう真っ白だよ。俺普段こっちの色も白いんだけど、コントラストがくっきり出るでしょ。なんか絆創膏貼ってさ、ふやけたみたいな色。もうそれが体中に出てんだよね。トレーニング行くか。再開すっか、トレーニング。真っ白な子いた？かわいそうだよね。子供の頃だっていじめられちゃうからね。俺はもうおっさんだから、別に白くなろうが黒くなろうが別に怖いもんなんかない。ハゲようが、目が寄ろうが何しようが怖くないけど、子供はかわいそうだよね。問題ないよ、うん、何の問題もない俺は。そう、赤外線やばいの。白斑、尋常性白斑ってやつだから、その太陽弱いん。要はメラニン色素がないから。そうなんだよ、日焼けダメなんだよね。赤くただれちゃう。もともと皮膚弱かったんだけど、なんかストレスらしいね、これは。ストレスっぽい。なんだこれ。え？これかっこいいデザインだよね、これ。これかっこよくない？これめちゃめちゃかっこよくない？これ、これ超気に入ってんだけど。ナイキが買収したハーレー、これかっこいいでしょ。ハーレー沖縄で買ったんだよね。あ、2もそうなの。
どこでトレーニングしようかな。いや、バッテリーがねえな。バッテリーがねえ。まあ、いっか、ちょうど1時間ぐらいだから大丈夫か。大丈夫か。充電すんの忘れてた。行きます。じゃあ一旦枠閉じるよ。